ダイワピュアラブです。えー、神社飯とかね、てっちゃんの方が、えー、私に対してね、YouTube で顔出しをしていないじゃないかと、そういう批判をされていたんですね。えー、それに関してなんですが、えー、全くの間違いなんですよね。 私はもともとずっと国際 NGO をずっとやっていて、えー、まあ、ずっともちろん顔も出してるんですよ、えー。メディアにもね、顔を出して取材を受けてますし、えー、講演会などでも顔を出してるんですよ。えー、またね、Facebook とか Instagram の方でも 全部顔出してますからね。えー、じゃあなんで YouTube で顔を出してないんだっていうことなんですが、えー、それもね、私なりの考えがありまして、えー、私のね、YouTube を見てくれている方っていうのは、私の顔を見たくて見てるわけじゃないと思うんですよ。 えー、私がね、発信しているコンテンツが見たいから見てくれていると思うんですよね。うん。で、私もね、その、えー、私自身をコンテンツにしてるんじゃなくて、えー、その、発信している内容、コンテンツ自体がメインとなる内容を発信してるんですね。うん。なので、えー、 顔を出す、ええー、その、意味というのかなかなそれが全くないんですよ、うん。むしろその顔を出すことによって、なんかこう、顔の方に集中されてしまって、コンテンツの意図が伝わらないっていう不安がありますよね。うん。だから、ええー、 まあ、コンテンツをメインに見てもらおうという狙いがあって、もう顔を出してないし、あとその、えー、まあ、資料とかね、まあ、そういうものを、えー、画面全体に映すっていうことからもね、まあ、えー、顔出しせずに資料を全部に映したりとかね、引用するものを全部画面に映したりっていうことをしてるんですよ。 うん、まあ、見ていただいている方もね、その方が、ええー、その、ありがたいと思ってると思うんですよね、うんえー。むしろね、だから顔を出してる方が私は問題があると思うんですよ。それはどういうことかというと、えー、その顔とかね、姿、形、それによって、 実際話しているコンテンツの内容よりも、えー、その人のね、姿形によって、何ていうのかな、賛同できてしまう。えー、イエスマンになってしまうっていうことなんですよ。えー、例えばね、前回言ったんだけど、神社飯。これはまあ、イケメンだから、もうこの人の顔が好きだから、 高評価ですとか。もうこの人の顔が好きだから、もう賛同するコメントを打ちます。ファンですと。ということになるんですよ。えー、てっちゃんで言えばね、もうてっちゃんの顔が可愛いから、えー、てっちゃんの姿形が愛くるしいから、ファンですと。うん。なんか母性本能をくすぐられてしまうから、なんかてっちゃんが言ってることが正しいと思いますとかね。うん。 ま、結局そういう風になってしまうんですよ。うん。それだと結局ね、話してる中身っていうのはもう二の次になってしまうんですよね。うん。だから私みたいに顔を出してなくてやってる場合は、そのコンテンツに賛同できるなら、賛同できるだし、賛同できないんだったらできないだしね。うん。それがもうはっきりしてるんでしょう、うん。 なので、その顔を出すっていうのはすごい余計なことなんですよね。うん、その、例えばね、ヒカキンとか、ええー、まあ、ああ言った人の場合はもう、ヒカキンというもの自体がメインのコンテンツだから、うん、だから顔を出していくっていうスタイルはあれでいいんですけど、うん、だからね、その、なんていうかな。 えー、話してる中身自体がメインの人の場合は、えー、むしろ出さない方がね、リスナーにとっては集中できるし、中身に入りやすいと思ってるんですよ。うん。だから、えー、なんかビビってるから出さないんじゃないかとかね。なんかこう、えー、ま、いろいろ言われるんですが、 いや、普通にフェイスブックとかでずっと出してますしっていうことだし、Instagram でもずっと出してるしね。あの、講演会もやってるし、講演会の資料にも、そのネットに上がってる資料にもね、顔堂々と出てますから。うん、だから、ビビってんじゃないかっていうのは全然違うんですよね。うんえー、それとね、その顔を出したら、その顔にね、 その好き嫌いって絶対ありますよね、えー。この人の顔が好きだから、この人の意見は賛成とか。逆にこの人の顔は嫌いだから、この人の言ってることは賛成しないとか。うん、そういう風になってしまうんですよ。うんえー、だからね、その、えー、神社飯のね、コメント欄でコメントしてる人とか、 えー、てっちゃんのところでコメントしてる人のね、コメント見たら、もう私の顔をね、えー、あの、a c e b o o k とか、そういうので見てきてね、えー、その、てっちゃんとか神社飯の方に、もうなんか顔を見たけど、えー、なんか嫌いな顔でしたとか、うん、なんか嫌な顔でしたとか、うん、なんかそういうコメントしてるんですよ。うん。それこそ単にね、 その、顔に対しての悪口ですよね。うん、うん。だから、顔出ししてないじゃないかっていうのは、全くこれ、当てはまってないし、普通に顔出してますしね。うん、で、その、なぜ顔を出してないかっていうことは、話してる内容に集中してほしいから。 え、資料を全画面で見てほしいからとか、いろいろそういう狙いがあって、こういうスタイルでやってるっていうことなんですよ。うん。だから、顔出してなくてビビってんじゃねえかとか、うん、なんかね、その、顔が悪いから出してないんだろうとか、うん、そういうことばっかり言ってくるけど、うん。まあ、全く違うということです。うん ご視聴いただき、ありがとうございました。